闇のカリュードは、池波翔太郎の時代小説、また、それを原作とした、映画、テレビドラマ。盗賊、雲津の野兵次は、当時先の温泉で、記憶喪失の若い侍と出会う。その侍は、他人を引きつける恩浅と凄腕の剣術を持っていた。これは、野兵次によって、谷川弥太郎の名をもらったその侍の、奇妙につながった縁と、 江戸の暗黒街を描いた池波版、ピカレスク小説である。なお、一種のスターシステムを意識したのか、物語の登場人物や店の名前など、他の池波作品に出演、登場する名前が多々ある。松竹と俳優座の共同制作。監督は五社英雄。脚本の北沢直とは、池上金夫の編名である。前年の五社、池上、中大トリオによる、 雲霧ザ左衛門の出来栄えに原作者が不満で脚本家交代を要求したため、この処置となった。松田優作主演のテレビドラマ、探偵物語の第6話、失踪者の陰で、飯塚が闇の狩人度見ましたか原田芳雄最高ですよと言い、それに対して工藤が、あいつあんまり上手い芝居とは思わないけどなと言っている。 1994年4月1日にテレビ東京系で開局30周年記念時代劇スペシャルとして放送された。なお、2015年4月4日に時代劇専門チャンネルで HD リマスター版が放送されている。時代劇専門チャンネルのオリジナル時代劇第6弾としてスカパー時代劇専門チャンネル小畜が共同で制作した。 前編が2014年9月14日に BS スカッパー。で、前編と後編が時代劇専門チャンネルで同年10月4日と10月5日にそれぞれ放送された。第5回衛星放送協会オリジナル番組アワードでオリジナル番組賞最優秀賞受賞。月経館がスポンサーとして参加していることもあり、放送では本来のテレビ CM のほか 作品とのタイアップによるオリジナル CM が放送された。内容は、クモツの野平士役の中村梅雀、立石の宇ンガ岩ンさん、監督の石原京の3人が、それぞれの立場での仕事風景の後、マスに注がれた月景館の糖質ゼロを口にして一言感想を述べるというものであった。また、CM の最後には、月景館が所有する酒蔵が画面左下の 月経館は時代劇文化を応援しますのテロップと共に映し出された。ありがとうございます。